徳川義虎。よろしくな。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。徳川義虎は徳川の名を背負う者として自覚を持つようになったものの、相変わらず自由奔放な暮らしを送っていた。とある折に幕府の密偵が各地に送られたという話を耳にし、6人の恋人には退屈紛れと称して徳川義虎は諸国を回る旅に出るのである。外流島羊の国。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。徳川義虎 VS ダーリーダガー、いざ尋常に一本目勝負。行くぜ。やるぞ。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。こっちだ。どうだ。こっちだ。本気出せ。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。恋も喧嘩も目いっぱい楽しまなくっちゃな。面倒ごとのねえ人生なんて。熊野古道。
ここで滅するも待たなさけ。いざ参る。徳川義虎 VS 服部半蔵、いざ尋常に一本目勝負。やれっしょ。狭き。おら。やっ！うっ！てぇな！うわ！うん！やっ！うっ！しゅっ！うわ！うっ！うわ！うん！すごい！しるみ！ほぉ！うっ！なれっこ！うわ！うっ！わくいんに！なれっこ！うわ！うん、本気出せ。はあ、なれっしょ。爆撃。とは知らねえ。勝者徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。これだろう。これだろう。お、とは、すごい。ほっ、しれみ。すごい。あせな。なれっこ。勝者徳川義虎。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。俺に敗れるとはまだまだ甘いな、半蔵。って冗談だよ。あんた影武者だろ。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。徳川義虎 VS ガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。焦る。おら、すごい。なでしこ。ヘアパーソンレイ。しるみデイ。なでっこ。すごい。なでっこ。ヘア。シルビ。すごい。ハーフライ。とは。勝者徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。焦るよ。ヘイハッハッハッヘイハッシェアゴーハピーシェアシェアなでっこ。
司令兵、百花繚乱、さあ気になれるぜ。俺のはすごいぜ。勝負あり。勝者徳川義虎。あんたじゃ咲かねえ。あんた目が死んでるぜ。あな悲しや、あな苦しや、憎し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 。グリーンヘル。徳川義虎 VS タムタム、いざ尋常に一本目勝負。バグナバグナ、シレミガレット、あれバグナギガ、シレミギガ、セバシムーラムーラ、ハッナレット、ハッナレット。勝者徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。アセノ、虎。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。あんたみたいな大男、江戸ではめったにお目にかかれねえからな。外流島牛の国。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。徳川義虎 VS アースクエイク、いざ尋常に一本目勝負。すごい、なるせえよ。おら、おら、セバシャン、ナレット、アセノ、オラ、セバシャン、
徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。2本目勝負。うわああ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 あ上だぜ。焦ろう。やれっす。勝者徳川義虎。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。因果応報って言うだろう。そういうことだ。三方ヶ原。私を呼んだのはお前。徳川義虎 VS 四季。いざ尋常に一本目勝負。パワーソキャッチ。うわっ、すごい。ダメよ。ナルト。ナルト。捕まえられる。捕まえられる。勝者徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。2本目勝負。ダメよ。そこそこやっやっハッソフィア。本気出せ。手を済ませられ。勝負あり。勝者徳川義虎。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。あんたは顔も剣術も格別の別品さんなんだが、何かすっぽりかけちまってるようで。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できたことで、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと
逃がさない。徳川義虎 VS 鞍馬夜叉丸、いざ尋常に一本目勝負。なでつけ、すごい、はっ、手足切れねえ、しゅがー、はっ、てやー、はっ、すごい、天狗風、逃がさめろ、なでつく、すごい、こっち、しれめ、こっちだ、しゅうっと、しゅうっと、なでつく、くさい、本気出せ、ガーッ、勝者、クラマやしゃまる。まだだ、立て。二本目、勝負。しれみ、しれみ、取れるだろう、あわっ、しれみ、やあ、なでつく、はっ、すごい、出勤、はっ、こっちだ、おれ、させねえよ、すごい、しゅらーっ、あせろ、勝者徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。最終戦勝負、しれめ、しゃっかりおらん、さあ気になれるぜ、俺らはすごいぜ、おれ、なでしこ、はっ、なでしこ、こっちだ、焦るな、すごい、しれみ、なんだ、すごい、てやー、どうだよ、勝者徳川義虎。あんたじゃ咲かねえ。この国を思うあんたの心は悪かねえさ。だがその方法じゃいい国は作れない。うずき、悪いな、十兵衛。この先にいる奴には俺が徳川義虎が引導を渡す。だからここは見逃しちゃくれねえか。いい目をしておりますな。しかし御身に矜持あれば、この国はどうなります。義虎様、この十兵衛腕ずくでもお止めいたす。徳川義虎 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。すごい、ほう、行くぞ、しれみ、ほう、なでつく、こっちが、とは、すごい、ほう、あせろ、
クは知れみなでしこは知れみそれだろ勝者徳川義虎俺はまだ満足してないぜ二本目勝負取れるだろうほうあたなうんうんつばきうんくぞうとはしらみうんいくぞクワッパうんうんあれうんうんかいくぞクワッパなでしこ本気出せガッ勝者徳川義虎悪くねえ勝負だったぜじゃあな すまねえな十兵衛さてじゃあ行ってくるぜ心配すんな静か千年桜そうなっちまったのか知らねえがそんな邪気あんたみたいなべっぴんさんには似合わねえよ待ってなすぐ楽にしてやる徳川義虎 VS 静か御前いざ尋常に一本目勝負しれみ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 おれ
死なせ。来るな。魚ね。ああ、私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、地図の大玉き繰り返し、昔を今になすよしもがな。無事に静か御前の浄化昇天を見届け、江戸への帰路につく義虎。日の元を覆い尽くしていた邪気は薄れ、今や空は元の色を取り戻している。浄化の影響であろうか、鬱屈した邪気からの解放を喜ぶように、辺り一面には見事な桜が咲き乱れていた。後日、恋人たちを招いた義虎はとある座敷にて談笑していた。ふとした拍子に彼女たちの口から各地での出来事について噂話がこぼれる。町での暴動、貧困で苦しむ村、民は未だ苦しみ、邪気の禍根はくすぶり続けていた。物憂げな義虎を気遣うように、彼女たちは次の旅先を訪ねた。義虎はかつて友と交わした言葉、この国を良き国へと導くという誓いを改めて思う。己もまた徳川の名を背負う者、たとえ困難な道程であろうと歩みを止める気はさらさらない。月が映り込んだ杯を傾けながら海の向こうへ渡るのも一興か
と義虎は一人つぶやくのであった。